何かご用ですか？お釣りね。あ、そうだ。いや、ほら、サービスよ、サービス。やあね。誰がおばちゃんですって？いつものって何？私今日からヘルプで入ってるからわかんないのよね。そうなんだ。お母さんが倒れちゃってね。私の名前は霧島小読み。お母さんは霧島とし子。ほら、名字一緒でしょ。何見とれてんの？とてもあのおばちゃんから出てきたものとは思えないって顔してるわよ。
どっちかっていうとパパ似だから。で、何がいるの？ん？確保？あなたがトモヤくんか。なんで名前わかったんだろうって思ってるんでしょう。お母さんから聞いてる。トモヤくんといううるさい子がいるって。もちろんパンの確保の話も聞いてるけど、私の時はパンのお取り置きはやってないの。公平じゃない？明日からちゃんと並んで買ってね。好きなの選んでいいよ。言われても？え、ウニ？これにするの？本当に？250円ね。なんと言っても海だからね。文句あったら食べなくていいのよ。じゃあ、ウニパンね。早くしないとお昼休みなくなっちゃうよ。ありがとうございました。ともちゃん、はい。
てわかんないの？ほうきに決まってるよ。だってともちゃん今日は掃除当番だよ。そんなことはないよ。だってあたし昨日は掃除当番じゃなかったもん。ともちゃんと掃除の当番一緒だから確かなはずだよ。どこってここ教室だけど。じゃあともちゃんはゴミ捨てに行ってきてね。って言わないから。なんとかしてサボろうとしていろんな言い訳するから引き止めやすいんだよね。うん、ともちゃんがそう言うならそうしてみるよ。うん、いいよ。ねえともちゃん、今日はどっか寄ってく？じゃあまっすぐ帰ろう。
丈夫ですか？すいません。ぼーっとしていて。私は大丈夫です。ありがとうございました。おかげで降りることができました。ぼーっとしていて、カバンが重くて。ありがとうございます。私、伊吹みなもです。美術部でそういうの持ってるんです。じゃないし、向いてるんです。秋っていろいろ展覧会もあるし。それで今朝も庭の花をデッサンしていて、それで遅刻しちゃってなんかそれってかっこ悪いですよね。私、1年生ですからさん付けしないでください。その方が自然だし、いいと思うんです。みなもでいいですよ。
ってるの？なんだかヤバそうな儀式じゃない？普通の人から見たらかなり怪しい部類の人だよ。誰よその奇特な人。なんか呼んだ？似た者同士って感じだね。うん？何が失礼なの？三上くん、誰に話しかけてるの？随分歪んだ愛だね。